フォルム・ガッドルムの戦いは、紀元前43年4月14日、マルクス・アントニウス率いる軍団と、失政官、ガイウス・パンサ及びアウルス・ヒルティウス率いる、元老院派の軍団が衝突した戦い。後に、初代ローマ皇帝となるオクタウィアヌスは、戦闘には直接参加していないものの、この時、元老院派の側に立って、陣営を守っていた。 戦場は北イタリアのアエミリア街道上のある村の近くでおそらく現在のカステルフランコエミリア付近であった。アントニウスはユリウスカイサル暗殺者の一人であるデキムス・ブルトゥスが続州総督を務めるガリア・キサルピナを奪取しようとしていた。ブルトゥスはパデュス川のすぐ南のエミリア街道沿いにあるムティナでアントニウスに包囲された。 そこで、元老院は、モテる総力を結集したアントニウスと対峙し、ブルトゥスを救出することにした。ヒルティウスとオクタヴィアノスは5個個3兵軍団を率いて、ムッティナ近くに到着し、北から4個軍団を招集してやってくるパンサーを待った。アントニウスは、ムッティナを包囲している軍の他に4個個3兵軍団を運用できる状況だった。総力では敵に劣っていることを理解していた。 アントニウスは敵が合流を果たす前に、格好撃破する計画を立てた。しかしヒルティウスを戦闘に引きずり出すのに失敗したため、アントニウスは2個軍団を元老院派の2つの軍の間に割り込ませ、パンサ率いる新兵軍団を奇襲しようとした。だがパンサは、アントニウスが気づかないうちにすでに、ヒルティウスの古参兵軍団やオクタウィアヌスの フライトリアニとの合流を果たしていた。アントニウス軍は沼地に囲まれた狭い道でパンサ軍を奇襲した。激しい生産な戦闘の末にアントニウスの第2軍団と第35軍団がパンサ軍を破り南へ追い立てた。この時にパンサは重傷を負った。アントニウス軍はパンサ軍の追撃を止め歓喜の声を上げながらムティナへ引き返し始めた。そこに 北からヒルティウスが一個古参兵軍団を率いて到着し、疲弊したアントニウス軍と衝突した。ここで形勢は逆転し、ヒルティウス軍は2本の高正規と60本の軍機を奪う大勝利を挙げた。当初昇生だったアントニウスにとっては、この戦いは大敗北に終わることになった。彼は、騎兵隊を率いて、ムッティナの外の包囲陣に逃げ帰った。 過激な反アントニウス派であったマルクス・トゥリウス・キケロは、戦闘の報告を受けると、元老院でアントニウス弾劾演説を行い、二人の失聖官と若いカエサル・オクタウィアヌスの勝利を祝った。しかし、この戦いは戦争の勝敗を決定づけるには、至らなかった。フォルム・ガッドルムの戦いの6日後の4月20日、両軍は再び、ムッティナの戦いで衝突した。 ここでまたもアントニウスは敗北し、ムティナ攻略を諦めて、包囲を解き、西へ敗走した。一方で、ヒルティウスはこの戦いで戦死し、パンサもフォルームがロルムの戦いで負った傷を癒している、ところだったが、4月23日に不明瞭な状況で死去した。かつて、ユリウスカイサルに近い支持者だった、失政官、マルクス・アントニウスは、カエサル暗殺直後のごく一時期、 ローマで独裁的な権力を握った。しかし、紀元前44年の夏以降、カエサルの若き後継者、カエサル・オクタウィアヌスが、古参兵やカエサル派の人々の支持を集めていき、またマルクス・クリウス・キケロ率いる、元老院の罰族派も徐々に勢力を回復してきた、ため、アントニウスの影響力は次第に落ちていった。アントニウス法移毛の中には、デキムスブルトゥスら。 カエサルの暗殺者たちもいた。ブルトゥスは、紀元前44年4月に、3個軍団を率いて、ガリア・キサルピナを掌握した。ムティナ戦役中の、核軍団の同行紀元前44年6月1、2日、失政官の人気満了を控えたアントニウスは、デキムス・ブルトゥスを、ガリア・キサルピナ総督から、マケドニア総督へと移動させる法を制定した。 しかしブルトゥスは、失政官命令への服従を拒否し、疑似侵攻妨害工作を展開して、時間を稼ごうとした。ローマの状況は、アントニウスにとって悪くなるばかりだった。カエサル・オクタヴィアノスの支持基盤は確固たるものとなり、元老院は敵対的な姿勢を見せるようになり、さらにアントニウスの手元にあった、最も優れた二個軍団が離反して、 カエサル・オクタヴィアヌスの元に走った。アントニウスはこの軍団に訴えかけたり、罰をちらつかせて脅迫したりして、手元に止めようとしたものの、効果はなかった。紀元前44年11月28日、アントニウスは軍事行動に出る決断を下し、まだ自分に忠実に突き従っていた4個軍団を引いて北へ急行した。彼らは年末までに、 テキムス・ブルトゥスをムティナに追い詰め包囲した。紀元前43年1月1日、恩恵カイサル派のアウルス・ヒルティウスとガイウス・ウィビウス、パンサが失政官となった。この時から、キケロのフィリッピカへを通じたプロパガンダ工作のおかげも、あり、立場を超えたハン・アントニウス包囲網が実現し、にわかに強大な力を持ち始めた。元老院での審議中、キケロは、 カエサル・オクタウィアヌスがアルレティウムで軍団を集めることを合法化するのに成功した。カエサル・オクタウィアヌスはプロマギストラテスに任じられアントニウスと戦うべく北上した。また元老院はアントニウスと合意を結ぶ道を探るため3人の元老院議員をムティナに派遣しつつ、一方では戦争に備えて新たな軍団の召集に着手した。 アウルスヒルティウスは当時病を患っており、兄弟殺しの内戦に突入するのには消極的であったが、それでもアルレティウムに残って、自軍の指揮を取り続け、アリミヌムにいるオクタヴィアヌス軍と連携を取った。紀元前43年2月上旬、ムティナに行っていた施設団がローマに帰還した。元老院はアントニウスが提示してきた条件を拒絶し、キケロ主導で国家の名において、 戦線告と最終通告を行った。二人の失政官には、オクタヴィアヌスと協力して戦争を遂行する任務が課せられた。もはや交渉の余地はなくなった。かつてのカイサル派は完全に分裂した。紀元前43年3月15日にアントニウスがヒルティウスやオクタヴィアヌスに送った、皮肉と脅迫に満ちた書簡がそれを象徴している。 紀元前43年2月、執政官、ヒルティウスとプロプラエトルのオクタウィアヌスは、軍団を率いて、ムティナに侵軍した。彼らは、アリミヌムから、アペニン山脈を越えてフォルムコルネリーに至り、タヤスク・アントニウスの前衛部隊を撃退して、クラテルナへを占領した。紀元前43年3月前半。 ヒルティウスとオクタヴィアヌスは、エミリア街道を通って、ボロニアに到着した。アントニウスはさらに交代する一方で、ムティナの包囲を一層強化し、デキムス・ブルトゥスを封じ込めた。実のところ、ヒルティウスもオクタヴィアヌスも、短期決戦を求めていなかった。彼らの下には、カエサル子がいで、アントニウスを見捨てて、オクタヴィアヌスのもとに参じたニコ軍団と、オクタヴィアヌスが、 カンパニアで行った最召集の呼びかけに応じて集まった3個、古参兵軍団がいた。さらにもう一人の失政官であるパンサが1月に召集して芝叩く間に編成を終えていた4個、新兵軍団が3月19日にローマを出発してカッシア街道を進んでいた。この状況でヒルティウス・オクタビアヌス軍とパンサ軍が合流することを恐れたアントニウスは、 主導権を握って、すぐに決着をつけるべく、動き出した。まず彼は早期に、ヒルティウス・オクタヴィアヌス軍を先頭に引きずり出して、勝利を収める計画を立てた。ムティナ包囲に必要なだけの部隊を残し、アントニウスは、自軍の大部分、四個小参兵軍団と大規模な、騎兵隊を率いて、次々とヒルティウスやオクタヴィアヌスの陣営に小り合いを、仕掛けた。 しかし二人は陣営を離れようとせず、パンサの到着を待ち続けた。フォルムがロルムの戦いの戦況図そこでアントニウスは戦略を切り替えた。パンサの軍団がボノニアからエミリア街道を進んでくるという情報を石膏から受け取ったアントニウスは自身に従う古参兵たちならパンサの新兵軍団を楽々と攻撃し壊滅させられると考えた。また南方からは アントニウスの有能な副官、プブリウス・ウェンティディウス・バススが、ピケヌムにいたカエサルの古参兵たち参考軍団を率いて北上してきており、アントニウスはこの軍団も味方に数えていた。アントニウスは弟のルキウス・アントニウスにデキムス・ブルトス監視を任せ、ヒルティウスとオクタヴィアヌスの陣営に、陽動攻撃を仕掛けつつ、再生英部隊を率いて野員に紛れ、パンサ軍に迫った。 しかし、パンサ軍が進軍してくるだろうフォルムガドルム付近の地形は平坦でなく、沼地勝ちで、アントニウスは、帰餓の聖域兵隊を投入できなかった。代わりに彼は、第二軍団、ガッディカと第35軍団を沼地へ送り出し、自身のこの絵大隊とマルクスユニウスシラヌスのこの絵大隊を、エミリア街道沿いの沼地に配置した。軍団兵たちは、街道が、 最も狭くなっている部分の脇の吉原に身を隠した。騎兵や警府兵の部隊は、エミリア街道を進んでおとりとなり、パンサ軍を罠に引き込む役目を担った。オクタヴィアヌスとヒルティウスは、パンサ軍と合流してからアントニウスと戦う、予定であった。パンサの四個軍団が近づいているという報を受けた。彼らは、精力的な将軍、デキムス・カルフレヌス率いるカイサルの古参兵軍団と、 共に、オクタヴィアヌス、ヒルティウス自身のこの絵大隊を使って、カエサル暗殺者の一人、セルフィウススルピキウスガルバを攻撃した。カルフレヌスとガルバは、野員の中で、エミリア街道を東に向かい、ホルムがドルムを通過した。4月14日夜、パンサとカルフレヌスは、合流に成功し、夜明けに進軍を始めた。彼らが率いるは、高戦的なマルティア軍団。 5個神兵大隊、オクタヴィアヌスとヒルティウスのこの遺体である。彼らがフォルムがアルロルムに差し掛かった時、両脇の沼地に敵の痕跡が見つかり、前方にはアントニウスのこの絵大隊が街道を塞いで待ち構えていた。マルティア軍団とパンサの神兵大隊は突如として前方と側面からアントニウスの軍団に襲われた。しかし、 カエサルの下で戦ってきたマルティア軍団の古参兵たちは崩れず戦闘に不慣れな新兵大隊を後方に逃した上でアントニウス軍と衝突した。街道上でアントニウスのこの絵大隊とオクタウィアヌスのこの絵大隊が激しく戦っている間、パンサとカルフレヌスはマルティア軍団を二分した。カルフレヌスは八個大隊からなる集団を率いて街道の右側の沼地へパンサは 残りのニコ大隊とヒルティウスのこの絵大隊からなる集団を率いて左側の沼地へ突入していった。一方アントニウスは第35軍団のコサン兵をカルフレヌスの八個大隊にぶつけ第2軍団の全軍をパンサの軍に当たらせた。マルクス・アントニウス・カイサルが育てたコサン兵同士の戦闘は劇的で生産なものになった。歴史家のアッピアノスによれば 軍団兵たちの兄弟殺しがより悲痛なものになったのには次のような理由があった。アントニウスに従うカエサルコさん兵たちは、マルティア軍団が自分たちを裏切って、元老院派についたことに激怒していた。一方マルティア軍団のカエサルコさん兵たちは、ブルンィシウムでアントニウス軍から離脱した際に、十分の一系などの過酷な罰を与えられており、その復讐に燃えていた。両軍もに、 斧が決定的な勝利を挙げられると信じており、その古参兵たちのプライドが戦闘の熱狂をさらに高めたのだという。しかし一方で、カエさる古参兵同士の戦闘は陰鬱でお供立てずに進んだ。彼らはおたけびを上げることも、敵を味方に引き入れようと声をかけることもせず、沼地や谷間の中で肉白戦を繰り広げた。時折人形を整えるために休憩が挟まれること以外、 この兄弟殺しの殺戮劇を止めるものはなかった。古参兵たちは激励がなくとも自分たちのすべきことをよく理解していた。彼らは決して緩むことなく頑固に戦い続けたのである。パンサーの未熟な新兵たちもこの生産ながら性質なカエサル古参兵同士の殺し合いを見て心を奮い立たせた。沼地で続く戦闘はしばらくどちらが勝つともわからない状態だった。 右翼ではカルフレヌス率いる8個大隊が徐々に押し始めたものの、アントニウス側の第35軍団も規律を失わず巧みに後退していた。一方左翼のパンサー率いるマルティア軍団の2個大隊、及びヒルティウスコノエ大隊は、当初激しく交戦したものの、徐々にアントニウス側の第2軍団に潰され始めた。最終的に、この戦闘はアントニウスが優勢になっていった。 エミリア街道上の中央では、アントニウスとシラヌスのこの絵大隊が、オクタヴィアヌスのこの絵大隊に打ち勝ち、これを完全に壊滅させていた。カルフレヌス機下の右翼のマルティア軍団兵たちは500歩ほどの距離を押し進んだものの孤立し、アントニウスのムーア人騎兵隊に襲われた。カルフレヌスはここで致命傷を負い、彼の子産兵たちは騎兵の攻撃を跳ね返しながらも後退し始めた。 一方これに相対していたアントニウス側の第35軍団も疲れ切っており、すぐには退却する敵を追わなかった。左翼の沼地では最前線で自ら戦っていたパンサも致命傷を負った。彼が投げ槍で負傷したことで、彼の帰化のマルティア軍団兵の間に動揺が走った。負傷した失勢官はボロニアへ送られ、残ったニコ大隊も、 アントニウス側の第二軍団の古参兵に押されて、戦列を乱して逃げし始めた。この混乱が、遥か後方で、予備部隊として待機していた二個新兵軍団にも、波及した。マルティア軍団の古参兵たちが崩壊したのを見た、新兵たちは、3を乱して陣へ逃げ帰った。アントニウスの軍団兵は足早に追撃して、敵陣に逃げ帰る。 古参兵や新兵たちに大損害を与えた。しかしマルティア軍団の生き残りは、陣営の外で改めて守りを固めたため、アントニウス軍もそれ以上の追撃をためらった。元老院派の全軍は事実上陣営の中に閉じ込められ、アントニウスに降伏するか包囲戦を戦い抜くかを迫られた。しかしアントニウスにしてみれば、ここで時間を無駄にするわけにはいかなかった。ムティナでは、 ヒルティウスとオクタビアヌスの軍勢が健在であり、彼らがムティナに残してきた後意軍を突破してしまえば元も子もなくなるからである。そのためアントニウスはホルームがアンロルムーにどまらず、軍勢を率いてムティナへ戻ることにした。午後、勝利に沸くアントニウスの二個軍団は、エミリア街道をムティナに向かって進み始めた。兵たちは疲れ切っていたが、一方で大勝利に酔いしれてもいた。 フォルムがアッドルムの沼地で重傷を負ったパンサは同僚失政官であるヒルティウスに無血者を送り自軍が不足の戦闘に巻き込まれて危うい状況にあることを伝えたこの時ヒルティウスは戦場から約60スタディアの距離にいた彼は直ちに第四軍団マケドニカを率いてパンサ救援に向かったこの軍団もマルテア軍団と同様ブルンディシウムで アントニウス軍から離脱したカエサルコ3兵の軍団だった。この部隊の動きは素早く、14日午後遅くにはアントニウス軍を捕らえて奇襲をかけた。激しい戦闘で疲れ果て、足並みも不揃いにムティナを目指していたアントニウス軍は前方への注意がおろそかになっていた。ヒルティウス率いる第4軍団マケドニカの兵は、 経験豊富で休息も十分取れていた。彼らは密集人形を取り、秩序を失い疲れ切ったアントニウス軍に突撃した。アントニウス軍の兵も最初は勇敢に抵抗しようとしたものの、とても及ぶところではなく、ヒルティウス期間のカエサルコさん兵によって大損害を受け崩壊した。アントニウス軍は沼地や近くの森へちり散りに逃げていった。日本のアクイラをはじめ、 その他60本ものベクシロイドが敵の手に落ちた。アントニウスは騎兵を使って何とか残存兵をかき集め、野員に紛れてムティナへ戻った。ヒルティウスは敵の罠を警戒したこともあって、この夜にアントニウス軍団を追撃し撃滅することができなかった。こうして長いフォルムがアロルムの戦いは終結した。周辺の沼地は兵の武装やカバン、馬、 そして二回の戦闘による両軍の遺体によって埋め尽くされた。カエサルオクタヴィアヌスの共造この4月14日の戦いにはオクタヴィアヌスはほとんど関わっていない。彼は参考軍団と共にムッティナの包囲陣を監視し、ルキウス・アントニウスの陽動攻撃を撃退するのでて、一杯だった。二人の失聖官と比べて役割が小さかったにもかかわらず、オクタヴィアヌスは 彼の物体によって、インペラトルと呼ばれ喝采を受けた。フォルムがロルムの戦いでは、両陣営とも戦役の崇勢を決定づけるような勝利は得られなかった。とはいえ、4月14日の終わりには、アントニウスの大胆不敵な戦略はくじかれていた。二人の失勢官は、オクタヴィアヌスに従うカエサルコ外の二個軍団の見事な介入に助けられ、アントニウス軍に大打撃を与えることができた。 ただその戦闘は極めて激しく生産なものだった。アッピアノスによれば第一段階のアントニウス対パンサ及びカルフレヌスの戦闘でアントニウスの古参兵によりパンサ軍の半分以上とオクタビィアヌスのこの絵大体のほぼすべてが失われた。逆にヒルティウス到着後の第二段階ではアントニウス軍はムティナに逃げ押せるまでに半減していた。 この時のヒルティウス軍の損害は軽微だった。戦闘の状況をローマに知らせた第一報は不明瞭なもので、キケロラ共和派の元老院議員たちに疑念と動揺が広がった。しかしその後にヒルティウスが商法を伝え、またセルウィウスするピキウスガルバが個人的にキケロに状況を伝えてきたこともあり、このアントニウスの政敵たちは士気が高まり幸福感に包まれた。 4月21日、キケロは元老院で14回目のフィリッピカへを演説した。その中で彼は勝利を祝い、50日間の祝祭を行うことまで提案している。また彼はその功績をすべてヒルティウスとパンサの両子政官に付して、オクタヴィアヌスの貢献にはほとんど言及しなかった。またこの演説の中でキケロはパンサが負傷したことにも触れている。ただ、この時には、 パンサの傷は命には関わらないと思われていた。ところが4月23日朝、パンサは池を引き取った。この時の状況は完全には明らかにされなかった。彼を見ていた医師、グリコは毒殺の疑いをかけられて一時逮捕された。スエトニウスやタキトゥスなど後の歴史家たちによれば、当時、重傷と見られていなかった、失生官の死にはオクタヴィアヌスが直接関わって、 いたのだという噂が流れたという。キケロが最後のアントニウス弾劾演説を行っていた4月21日、ムティナの戦いが起きた。この戦いも極めて激しいものであった。残った、失勢官のヒルティウスがここで戦死したものの、共和派とオクタビアヌスキカのカイサル派の包囲網がアントニウスを破って撤退させ、ムティナに包囲されていたデキムス・ブルトゥスを救った。 この元老院派の勝利は、はかなく終わる運命にあった。二人の失勢官が幸運にも、あるいは何らかの陰謀により、相次いで没死したことで、生き残ったオクタヴィアヌスが元老院派の全兵力を掌握した。すると彼は、キケロラ元老院派との同盟を不意に破り、これまで争っていたアントニウスやマルクス・アエミリウス・レピルスと組んで、第二回三党政治を始めることになるのである。 ありがとうございます。